ご自身でも手軽に行えるケアとなっております。こちらのこめかみですね。こめかみは頭痛が起きたり、あとはお目元の疲れが溜まっている方は、ここがお疲れになっている方が多いので、ゆっくりゆっくりお客様の呼吸に合わせてほぐしていくと、大きなリラックスにつながりますので、できるだけお客様の呼吸の速度に合わせてリラックスに入っていただきやすい動きを行ってますね。なのでこの辺りでうとうとされる方でしたり、あとは全身がポカポカしたり、はお痛み出てませんか？はい、はい、お疲れ様です。はい、いらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。ではまずこちらのスリッパにお履き替えください。すみません、検温からさせていただきますね。おでこで失礼します。はい、36度カフェでございます。はい、では初めに感染症予防として、あちらの洗面所で手洗いとうがいからお願いいたします。本日お越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。夢の枕の店長をしております三好と申します。本日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。本日のお受けいただくコースなんですが、60分の肩から頭までをほぐしていくスタンダードなコースとなっておりまして、ドライヘッドスパの専門店なんですが、頭だけをほぐしても延長線上のお首肩が巡りが悪いと老廃物などが流れていかないので、今日は首肩もしっかりほぐしていくタイプのコースとなっております。はい、頭の張りを体の張りだけではなく、こう抱えていらっしゃいますストレスですとか緊張を緩めていけるような自律神経にアプローチしていくコースにもなっておりますので、ぜひリラックスしてストレスを解放していただけたらと思います。よろしくお願いします。お願いいたします。では、はじめに頭の圧の確認から行ってまいりますので、まず頭皮を触れていきます。ほぐしを上に上げていきますね。頭皮の圧確認失礼いたします。強さ加減はいかがですか？では、つぼ押しに移ります。こちらは強さいかがでしょうか？はい、では、お耳元に入ります。お耳元、お痛みは出てませんか？はい、では、お首周りに入るので、お顔を
右側に傾けていただきます。お首はお強さいかがですか？もうちょっと弱く、あ、弱めで、はい、ちょうどいいです。はい、ありがとうございます。右側も念のため失礼いたします。右側はいかがでしょうか？では元に戻しますね。では肩周りに入るのでネックピラーを外していきます。少し頭を上げますね。ありがとうございます。肩の確認に入ります。肩はお痛み出てませんか？はい。では最後にデコルテに入ります。では、お強さはいかがでしょうか？もうちょっと弱く言う。弱めで、かしこまりました。今のお強さはいかがでしょうか？はい、ちょうどいいです。はい。では、このまま施術に移っていきますね。お願いします。はい。まず、はじめにリンパの多くあるデコルテからほぐしていきます。頭だけほぐしていても頭の延長線上にあります、肩でしたりお首周りなどが集まっていますと、頭をほぐしても頭で、流れます老廃物が出ていきませんので、頭だけではなく首や肩も、あとデコルテ周りもしっかりほぐしていきます。あとは特にこのあたりお首の根元のあたりが張りやすいので、こちらをしっかりゆっくりとほぐして固まった筋肉を緩めていきます。右側に傾けますね。肩甲骨周りのほぐしに入っていきます。首の後ろの筋肉をほぐしていきます。
首の横側の筋肉ですね。キーボードを打ったり、あとスマホを触っていると、どうしても腕からくるお疲れでしたり、そういったものがこちらに溜まってしまうので、ここの筋肉が硬くなっている方は多いですね。やっぱり今ですとリモートワークになってる方が多いので、座った姿勢が多くて肩やお首が凝っていらっしゃったりですとか、あとはこうパソコンやスマホの画面を見すぎてしまって眼精疲労とか頭痛に困ってらっしゃるお客様が今は特に多いですね。男女問わず使いますかね。そうですね、男性の方も女性の方もどちらもいらしていただいて大丈夫です。カップルやお友達でお二人や三人でのご利用いただくことも可能なので、ぜひお友達や大切な人とお越しいただけたらと思います。首などの大きめの筋肉をほぐしておりますので、だんだん全身の血流が良くなってまいります。なのでこの辺りでうとうとされる方でしたり、あとは全身がポカポカしたり内臓の動きが良くなったりというような効果も出てまいります。
全身の反射区ツボがあると言われておりますので、全体的に引っ張っていただいたり、あとはこう全体を大きく揉んであげることでも全身の代謝を上げたりですとか、免疫力を上げることにもつながりますので、ご自身でも手軽に行えるケアとなっております。頭皮に触れていきます。まずはじめに頭皮全体を大きくゆっくり揉みほぐしていくことで、頭の筋肉や顔をほぐして緩めていきます。ゆっくりゆっくりお客様の呼吸に合わせてほぐしていくと、大きなリラックスにつながりますので、細かく早くではなく大きくゆっくりほぐしております。頭皮は重力を受けて下に下に下がっていく傾向がありますので、上の方にじっくり持ち上げてあげることで、重力とは逆の力を加えてあげて頭の筋肉を解放してあげます。ツボ足に移っていきますね。ほぐしに移っていきます。
辺りには大きな筋肉がありますので、こちらをほぐしてあげることで頭全体の緩みや、あとはおでこの辺りですね、こちらが力が入りやすい方はこちらの緩みにもつながっていきます。こちらのこめかみですね、こめかみは頭痛が起きたり、あとはお目元の疲れが溜まっている方は、ここがお疲れになっている方が多いので、デリケートなのでゆっくり優しくほぐしていきます。あとはおでこですね、も重力で下に下に引っ張られやすいので、こうたるみやシワの原因になりやすいです。なのでこう眉毛の上のあたりからぐーっと引き上げてあげることで、お顔全体のリフトアップにもつながるので、とてもおすすめです。ゆっくりした動きを心がけておりますので、できるだけお客様の呼吸の速度に合わせてリラックスに入っていただきやすい動きを行ってますね。
ました。ありがとうございます。リラックスしていただけましたでしょうか。はい、すごく良かったです。ありがとうございます。やっぱり今の現代の方と結構こう常に気を張っていたり緊張したりして自律神経がこう興奮状態になってしまっている方が多くいらっしゃいますので、ぜひドライヘッドスパでうとうと気持ちよくリラックスモードに入っていただいて、一旦そのストレスとかを定期的にリセットしていただくのが良いかなと思っております。夢の枕の飯田橋店では20分でお仕事の合間などでも受けていただける短いコースも用意しておりますので、ちょっと疲れたなですとか頭が少し痛いなとかちょっと眠りたいなっていうような方におすすめなコースですので、ぜひお気軽に遊びに来ていただけたらと思います。よろしくお願いします。